四寸四駆、四春宿とは、モンゴル帝国の建築者、チンギスカンに仕え、モンゴルの歴史を記した、年代記、現朝筆史において、四頭の春馬、四匹の犬、と称えられた、チンギスカンの優秀な八人の最側近のことである。ジャライル部の人、チンギスカンのモンゴル高原統一に、大きな功績を挙げた。1206年、モンゴルの左翼、東部の万人隊長、 マンコ町に任命され、チンギス間の近遠征でも活躍した。チンギスのホラズム遠征にあたっては東方に残され、大使、国王の称号を与えられるとともに、五島家と呼ばれる、モンゴル高原東南部の五部族、ジャライ部、コンギラト部、ウルート部、モンクト部、イキレス部を配下につけられて、中国の攻略を担当した。ムカリの子孫が支配する、ジャライル部ほか五島家は、 第四代、モンケカーンの時代に、彼の弟で、第五代が、アン、ハーンとなるクビライに付属され、クビライの権力ダッシュに貢献、大元ウルスにおける有力貴族の家系となった。州史などのペルシア語資料では、モンゴル史などの漢文資料では、気合いハジム、気化ハジムとも表記され。アルラトブの人で、チンギスカンの最初の側近、現状筆によれば、 少年時代のチンギスが馬泥棒にあったとき、チンギスに馬を貸して追跡を助けたとき以来の友人であるとされる。チンギス間のモンゴル高原統一にも功績を挙げ、右翼、西部の万人退場に任命された。右翼を率いて、主に中央アジア方面を担当し、金やホラズムへの遠征にも随行した。 周氏などのペルシア語資料では、モンゴル騎士などの漢文資料では、ハイワツ字で、広白受けらとも表記される。スルドス部の人、シチソルカン氏らは、現朝騎士によれば、大中と部の遊牧集団に加わっており、少年時代のテム人、チンギスカンが大中とに捕らえられたとき、チラウンとチンベイの兄弟は父を説得して、彼をかくまって逃がしてやったとされる。 ソルカンシラは、タイチウト部が、モンゴル部に滅ぼされた後、チンギスカンに迎えられ、千人隊、千個を与えられた。チラウンは、数々の戦役に従軍して、功を挙げ、父の死後千人隊を引き継いだが、外政に、あまり活躍することなく、早くに没した。収氏などのペルシア語資料では、モンゴル氏などの漢文資料では、アカローンとも表記される。ボロウルとも言う。 風神部の人。現状筆では、チンギース館がジュルキン部を討伐した際、幼子だったが拾われて、チンギスの母、ホエルンに育てられたとされるが、伝承の息を出ない。若くして数々の先行を挙げたが、1217年にモンゴル高原北東の森林地帯に住む。 資料民とマトブの討伐において戦死した、修士などのペルシア語資料では、モンゴル詩などの漢文資料では、ハイラコツロクヒロシシカコツとも表記される。ベスト部の人で、はじめタイチュート部に属していたが、タイチュートが、チンギスカンに滅ぼされた後、チンギスカンに投降して使えた。もともとは、ジルゴアダイという名前であったという。矢尻を意味するジェベの名は、 大中都とモンゴルの戦いで、彼が、チンギスカンの乗馬をいたことから、チンギスカンに与えられと伝承される。チンギスカンの遠征において、先鋒を務めて、先行を重ね、1218年には西洋を乗っ取った、内ン部の屈ル力を打つ功績を挙げた。ホラズム遠征では、モンゴルの侵攻を受けたホラズムシャー・アラーウ・ディーン、ムハンマドを追撃して、イランに入り、 そこからグルジアに出て、カフカスを抜け、ルーシ、ロシアまで達し、ルーシ諸公の連合軍を破ったが、キプチャク草原を通って、モンゴルに戻る途上で病死した。漢文では、物別とも表記される。ウリアイ海部の人で、スブタイのに、ボールチュと共に、チンギスカンに早くから使え、側近として活躍した。大中との戦いで、チンディスカンが毒矢を受けたときは、 毒を吸い出して看病したという逸話が伝わる。修士などのペルシア語資料では、モンゴル筆士などの漢文資料ではもの、6別とも表記される。売りイい会部の人、ジェルメの弟で、兄に続いて、チンギスカンに仕えた。平数10分の1のワンヤンチンゴシの金軍に負けたこともあるが、数々の先行を挙げて、勇士として知られ、ホラズム遠征では、ジェベと共にルーシまで達する。 別動隊を率いた。後に、バトゥのヨーロッパ遠征にも従軍した。州史などのペルシア語資料では、モンゴル菱などの漢文資料では、特別学大、スウェーテイヤ、即譜大、スブ大とも表記される。ちなみに、中国資料である元氏には、雪不大なる人物の伝記が記載されているが、これも、スブ大である。元氏は、間違いが多い歴史書として有名で、鹿が、 すぶたの自責を即ふだと雪きふとして別人として分けて記録してしまっている。もともと漢字の名前でない人物を扱ったゆえの間違いである。もちろん元氏には即ふだの伝記も記載されている。バルラス部の人で弟のクドスと共に早くにチンギスカンに仕えた。モンゴル統一に貢献して4匹の犬に数えられ中央アジアのカルルクを打ち、 オアシス諸国を基準させる項を挙げた。漢文では、コツ必ず木とも表記される。また、チンギスカンの子、トルイの子であり、大本帝国の創始者であるクビライハントは、同盟維人。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。